で次はあのちょっとちっちゃい柱を立てていきます。柱、はい、いや、ちっちゃい柱だって。やばい、師匠間に合うかな。もしかしたら淀物を置き場なんか閉じ込められる可能性があるな、これ。ここにも書いてあるんで。あ、はいはい。和柱、後ろ、下で、後ろ面の、まあ、こっちは下ですよっていうことです。あ、この、あ、間の、そうそうそう。で、ここに、これを差し込んで、下のところに。あ、そんなことに、はまるんですか。まあ、同じようなのが。はまるところがあるんですね。ちょっと、サノさんやってみようか。やってみますか。真柱っていうのかな。真柱。真柱。はい、こうですね。そうですね。あ、なるほど。いや、上から、上から。上から差してやって。そうです、そうです。で、下に、下に差す。おお、はい、ああ、本当、あ、確かに丈夫になった。本当、もう、あ、はい、丈夫になってますね、これも。あ、いいじゃないですか。あ、まずどんどん行きましょう。はい、全てこう名前振られてるから、うん、安心だね、本当に。付け間違いがない。これも、あ、これ、こんなすぎ、ね、外側に切った方がいい。外側に切ったほうがいい。あ、なるほど。はい、入ってる、ほんと。すごい。さすだけ、さすだけの簡単なお仕事だね。これも書いてあります。側ですね。側の後ろ側の下。こっちだからこういう感じで、側にも2本入るんで、その後ろ側、こっちが後ろ側。ここに同じように。これ簡単だから、これ目つぶってもできるね。一回目つぶってみよう。目つぶってできないから。目つぶって絶対できない。これは一緒です。同じものなんで、あっちの側をしながら。はい。後ろから、外から行って。師匠が。あ、師匠が本当にやばいな。はいはいはい。大丈夫。これ大丈夫だよ。大丈夫です。ありがとうございます、師匠。すいません。はめたんで、あとまたネジで締めてもらいます。はい。じゃあ、よつけさん次やりますか。次やろうね。はい。あ、オッケー。これ柱があるじゃないですか。このままだったら、抜けるから、ここにボルト刺して。こっちですね。ここに。柱、馬柱のここに。じゃじゃん。こういう風になってますね。よっ、ここに3本またあるんで。あ、あ、はい、買いました、はい、こういう感じでね、形が整ってきましたね。もう僕の部屋よりでかいですね、これ完全に。すごいな、小道寺の人、小道寺の部屋より広いですからね、物置が。これからすごい活用できますね。もう固定してるっていう感じですね。なんていうのかな、師匠、これどうすか、これ。これで骨組み完成。骨組み完成。骨組み完成。で、次、あの、雨除けの屋根を入れますか。あ、屋根。あ、屋根。下からじゃなくて屋根なんだね。屋根、いきますか。床でもいいんですけど、はい、結局ほら、汚れるでしょ、土足、はい、そうですね、とかで上がったら、はい、だからもう、後でも全然問題ない。なるほど。せっかくさ、綺麗に使っていただきたい。で、これも、これやね、ここにね、曲げがあると思うんですよ。ありますね。これが後ろに行きます。要は、雨を流してスムーズにこう、落とすためにここ曲げてます。なるほど。これですか。こっち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 、後ろ。ああ、雨、これ雨が流れるようになってんだ。そうそうそう。ああ、いいっすね。だから手前側はもうまっすぐです。水はけがいいんだ。そうそう、はい、でも、もしどうしても水溜めたいときはこれ逆にしてもらえれば。逆に折り曲げてやる。普通溜めないっすよ。で、これを、はい、こっちから、右側からこう、こう持ってってもらって、はい、で、ここにこれ、そうですね、溜めるだけで、あ、これのフィルトは、これのフィルト、本当、はい、これをずっと つなげていく。ああ、はめ抜け。ここに、ここに挟まされる。うん、で、ここの、これを、この溝に、はめる。これが溝に。これがあるじゃないですか。これが、この溝の生え出しですね。
そしたら動かん動かん動かん。でこっちの隙間は？いやこれ隙間じゃない。上から被せるから。今度いいです。上こうなってるんで、こう被してしまうから。はまってる。はい。おおすげえ。そんな計画的に作ってるんですか？計画的に。すごいな。面白い。師匠もあなんか水道工事やってたらなんか気がついたらもうここまで立ってるんだかって顔しますね、うん、師匠も師匠も見に行ってますね師匠も お、すごい。もうハマったぴったりだ。すげえ。すごい。あもうこれ建物やん。もうこれウッドデッキみたい。でここをボルト止めるところがあるんで、はい、あ止めていけばいいですか。はい、わかりました。もうサクサクいくんだね。うん、初めて入ったよ。まともなハウトゥー動画になったかもしれない。そうですね。あ、今までないか。組み立ての部分ですね。うん、マジすごいですね。うん、初めてやりましたね。うん、うわ確かにこれから先にやれば影だし中心ない。いいですね。うん、あ、今押せる。これが結構重い。さあ次なんか出ましたよ。ヘビー級ってこれ。これなんですかこれは。補強ですね。屋根を受ける補強です。あ、こう入れる。そうそうそう。はい、こっちこっちを持ってもらって、はい、片側をこう差し込む。ここを差し込みます。どこですか？ここに。ここ補強。あれですかこっち。あ、本当に入った。で、ここを回す。はい、多分。これがあっちに来ればいいらしいですね。ただ見るわ。おお来た。すごい。オッケー。これが補強。なるほど。はい。だからこれがあるんだ。そうそうそう。そしたらまたここで止めないと。そしたら上の。あ、なるほど。ここでも。これがこいつの。うん。ここ。ここにちょうど来るという。ってことはあと2本あと2本。ヘビでしょ。ヘビ。これヘビ。こう。どっちからでもいいですけど、どっちかが合わせて差し込む。これはちょっと合わせて。ちょっと上に。そうそうそう。で扇形、扇形のように前から。そうそうそう。でこうこう振ってきて。いやこれしっかりしてます。はい、オッケー。あ、今日重い分しっかりしてますね。しっかりしてる、しっかりしてる。うん。確かにこれインパクトないときついですね。うん。これを手締めでした。手締め、手締めやばいですね。インパクト推奨だね、これ。これ、あれですね、坂井さん。全部ネジが統一されてるから。あ、そうです。余裕がないですね。うん。基本的にネジは1種類。あともう1種類あるんですけども、決まったところ色も違うんで、基本的にはもう1種類で全部締めていくんで。このタイプになってから、はい、ボルトの統一とか、うんうんうん、あとさっきの刻印、ここに部材使うかとか。あとはそのちょっと簡単にこう止めれるっていうか、あそうですね、取り付けできるという風な改良をして、うん、どんな人でも。こう組んでいただけるようにと、うん、いうことでやってます。すごいな、なんか細かい配慮がさ、うん、化粧ですね。壁の方です。壁の方、あ、すみません、ちょっと一回出した方がいいな。あで、ちょっと順番が違いますけど、後ろが狭いんで、はいはい、壁をつける前に作業しやすいように先につけます、うん、で、こう後ろのここ上のところに合わせてもらって角で、そのままグッと、ここで OK です。で、ボルトを止めていただく。あ、はい、あ、綺麗に見えた。上からもあるんですよ、1個。あ、上も打ちましょうね。あ、上も打つんだ。上も3、3、6、5、ちょうどここに壁があってよかったな。ちょっと浮いてます。浮いてますか。廃材探偵団やりましたね。やりましたね。
いやー、やっぱり、あの、うん、OK、多少片付けを怠っても大丈夫だったなっていう。まあ、ちょうどやね。OK。OK です。はい。今、こっちが、この土台の下の方ですね。あの床の下の土台。ここにまた、あの、こう、来るわけですよね。すごいな。じゃあ、壁行きましょうか。はい。内側で持ってもらって。はい。はい、はい、よ。はい、こっちが外ですか？こっちは外です。うん、で、あの四角い枠に向けてはめ込むような感じです。佐野さん、ロケあるんですか？佐野さん、これあれでも。ない、どちらでも行けます。ただ、刻印がここにあるんですよね。これを合わせるかどうかだけの話です。刻印どれですか？これちょこっとあるでしょ？ああ、ハンコが。はいはいはい。これを全部合わせたかったら、うん、はい、合わせたらいいし、別に上下どっちでも、どっちでも面白いです。誰でも、あの、初心者でもはめられますから、これはめられるのは、なんか、ちょっとの雰囲気ですね。下から、はい、下からこっちとはめて、で、上から、そうです、はい、OK で、上の方が、左バント、うん、はい、でもこちらは、はい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 、合うんですね、はい、あ、簡単だ。で、ボルトをちょっと止めといてもらいたい。ちょっと風で倒れたらいいかなので、ああ、とりあえず1個だけでいいと思います。はい、うん、おー、面白いですね。これでいいです。もうこんな感じです。ないようだけ。ああ、で、もう1個同じように。はい、上が当たるんで、先にここに入れてみます。ああ、なるほど。下はめて上。職人さんやっぱ早いですね。すごいですね。今ここで水が入らないようになるんですよね。外から入った水が ここで止まってしまう。中に入ってこないように。ああ、なるほど、うん。だからここで段差ついてるんですね。ああ、なるほど、なるほど。このまま壁が来るんじゃないですか。はい。だからここで水が、ここから水が入ってくる可能性があるわけですよ。はい、外からね。はい、で、ここからこれを立ち上げて、中に水が入らないように。ああ、なるほど、なるほど。この後、はい、雨がこう来ても私止まってるんですよ。うん、これも見てもらう。ああ、なるほど。あ、これで返しがなってるんだ。これは返して、ここに水が来ても、うん、ここで止まると。あ、止まる。あ、なんか若干なんかゴム質みたいなのがありますね、下に。こういう感じ。あ、だいぶ形になってきた。ここにあったものもだんだん減ってきたね。減りましたね。ハロー、なかなか帰らないな。よどもの動きが気になって、見たくてしゃあないっていう。あれ、この細い部分。あ、細い部分。はめてみますか。いいですか。結構だから、うん、長ズボンがはめていいんですか。休日にごめんね。こっちに、間に。間。下から上から下からですね。ハローでもできるのか。おー、ナイス。上か下か。あー、OK ですか。ありがとうございます。上手。ありがとうございます。もう一個まだあるっすか。まだ待ちます。ありがとうございます。さっきの要領、下からはめて上に。はい、オッケー。すごい。オッケー。ありがとうございます。オッケー。よっしゃー。給料出るんすか？給料出ますか？浜さんに言ってください。